まあ、清水の方は今みたいな形で相手が前にスライドしてちょっとあの立ち位置がずれたと思うんですね、はい、山田が、ええ、まあ、その時にギャップが生まれた時はチアゴサンタナ狙うのは一つですね、はい、鈴木芳之、山原、チアゴサンタナ左側空いて、そこに北川です。北川斜めに当てます。カルリーニョスジュニオ、ここパスは跳ね返ってもう一度カルリーニョス、そして山原インシングで入れます。鈴木芳之、カルリーニョスジュニオ、山原レオン、カルリーニョス中央入れましたがちょっと大きくなりました。前にスライドしてちょっとあの立ち位置がずれたと思うんですね、はい、山田が、ええ、まあ、その時にギャップが生まれた時はチアゴサンタナ狙うのは一つですね、はい、鈴木芳之、山原、チアゴサンタナ左側空いて、そこに北川です。北川斜めに当てます。カルリーニョスジュニオ、横パスは跳ね返ってもう一度カルリーニョス、そして山原インシングで入れます。跳ね返り鈴木芳之、カルリーニョスジュニオ、山原レオン、カルリーニョス中央入れましたがちょっと大きくなりました。いやでも今山原とカルリーニョスジュニオですけど、はい、まあ、中に4人ぐらいいましたんでね、ああいう斜めの